ではこれで、今このフロッピーディスクを、取り出します。ゴミ箱に入れて取り出すというのいうやつですね。で出てきました。ここから今出てきました。では次、ジャパンアートトゥデイの13号を、入れたいと思います。13号、これですね。これですね。はい。で、新宿少年アートについての、解説は、僕の本などにもあるんですけど、僕としてはね、銀プラットの方がやっぱり全然面白かったんですね。で、新宿少年アートは人数がものすごく増えたんですけれども、もうなんか分かっちゃってるものに二番煎じ的な感じと、あとそれから、なんとなく1年だけでかなり状況が変わってしまったなという気持ちがあって、今パソコンに入れました。そのうちそこに出てくると思います。あ、出てきました。なんかあった。なんか言われましたね。大丈夫かな。大丈夫そうだよ。あ、大丈夫そうですね。なんかやれたけど、大丈夫なんじゃないかってことでちょっと見ていきたいと思います。新宿少年アートとは、これその前にですね、このフォルダを見ると、修正日全部1990年4月23日土曜日となってますけど、これはこの新宿少年アートが行われた日付そのものです。なのでこれは本当に新宿少年アートの日に、その場で作って刊行したフロッピーディスクです。で、どうしてそういうことができたのか、ジャパンアートトゥデイ編集部は、非常に頑張ってですね、このキューピックはあと他に僕が持ってる以外に吉田博子さんが持ってて、あと宇治野宗照さんも長澤さんの持ってるこのキューピックってこれ面白いですねっていうことで買って持ってたんです。なので宇治野さんから借りて吉田さんのもあるので、全部で3台キューピックがある。で、3台キューピックがあるということは何ができるかというと、我々は火縄銃方式と呼んでたんですけれども、なんだっけ、長久手の戦い、尾張長久手の戦いだっけ、織田信長が、武田信玄の騎馬隊を迎え撃つ時に初めて火縄銃で対応したんだけど、火縄銃は、準備するのに何分間か時間かかっちゃうんだよね、一発撃ってから。で、その間に騎馬がやってきちゃう、武田の。だから、それはどうしたかというと、とにかく一列並べて、で、一斉射撃をして、すぐにその一斉射撃した、軍は後ろに下がって、次の軍がまた出てきて、また一斉射撃して、それを3列用意して、その3列を繰り返してる間に、火縄の準備ができるというやり方で、三段構えっていうんだっけ、なんか忘れたけど、それでやってたんですね。なので、我々はどうしたかというと、1台の、キューピックが取材に行って、それで帰ってきて、でそれを、パソコンに一生懸命取り込んでる間に別の、2台が外に出てて、そしてそのうちまた全部取り入れると次のものがやってきてっていうのを、なんか20分おきみたいな感じでやってきて、でとにかく撮影しては、40分撮影して20分間吐き出させてみたいなようなことをやって、そして取材して1日で作ったという、そういうアナログなんだかデジタルなんだか全然わからないようなやり方で当時やりました。そうやって作った棒です。で、新宿少年アートとは、バイ中澤秀樹、新宿少年アートについて簡単な説明。新宿少年アートとは、新宿において
85名のアーティストが自己管理責任において作品を発表するゲリラ型の展覧会、会期は1994年4月23日から5月14日まで、1日だけじゃなかったんだ。目玉は初日の午後3時から7時と設定されたオープニングパフォーマンスタイムで、主に歌舞伎町を中心とする路上でさまざまなパフォーマンスあるいは作品の設置がほとんど無許可で一斉に行われた。主催はアーティストの中村雅人を中心とする新宿少年アート実行委員会。まあこういうノリがそのまま3331につながっていってるんですよね。さらに言えば、昨年1993年4月に銀座路上で行われた展覧会銀ブラートが今年継承発展して新宿少年アートとなったと言えるでしょう。今年最も画期的な進展は伝言ダイヤルの急通回線で新宿少年アートダイヤルサービスができ、事前に情報を取り出せるようにした点だと長澤は思いますとか言ったけど、もうダイヤル急通ってなんだっけっていう感じか、全然知らない、若い人は知らない、知ってる人は知ってる人も何かあったなくらいですよね。何かあったんです、何か事前に電話の中から情報を取り出せるというようなことがあります。で、これはリードミーは、ただの普通の、ものなんですけど、まあ、新宿少年アートは即時性を重視して制作されたため、久々の生データツッコミ型となりました。これはどういうことかっていうと、さっきの銀ブラートも生データツッコミ型だったんだけど、単に、ピクトデータならピクトデータ、テキストデータならテキストデータ、サウンドデータならサウンドデータをそのまんま突っ込んでるので、僕はそれ好きだったんだけど、でその後それは普通の、視聴者には見にくいだろうということで、ムービー形式にしてもっとパッケージングして、ちょっとクリックするだけでどんどん動いていくような普通の後の CD-ROM みたいな状態になった号がいくつか作られたんですね。でそれはそれで人気があったし良かったんですけど、僕としてはなんかちょっと僕としてはちょっと違和感があるまんま、だったんですが、まあ、そのやり方はそういった編集のやり方は、この新宿少年アートにその日のうちに出すということにそぐわないので、久々の生データツッコミ型本来の姿に戻ったということが書かれています、というようなことが書いてありますね。でこれは、フルカラーモードなどと、書いてあります。でジャパントゥデイ13号新宿少年アート号に次いでバイオーカージャット編集部、ジャパントゥデイ JAT ジャット編集部と略してました。ジャット編集部は1994年4月23日新宿少年アートのオープニングパフォーマンスとしてジャット13新宿少年アート号を即日刊行いたします。当日新宿各所で行われるアーティストたちのパフォーマンスや作品を取材し、その夜の打ち上げパーティーまでのわずか数時間において編集発行する最も早い美術メディア、その名もその日ジャット、なおこれはパーティー会場にて展示即売される予定です、ということで、そのパーティーはどこで行われたかというと、ジョニー・ウォーカーさんのお家だったんです。ご存知ですよね、神田さん。ジョニー・ウォーカーさんのところがパーティー会場なんです。で新宿全域で行われたパフォーマンスや作品をその場で即時編集発行したその日ジャット、ジャパンアートで新宿少年アート号、歌舞伎町を中心に85人のアーティストが参加して行われた路上展覧会、ジャット編集がオープニングテーマ参加アーティストとして参加、新宿ゴールデン街のバージュテにマッキントッシュを持ち込み、新宿各所で行われたアーティストたちのパフォーマンスや作品をディスカメ3台を駆使して当日3時から6時まで取材、その後編集刊行し、数時間後の打ち上げパーティーで展示販売を行う、ということです。で、当日の以下の方にお世話になりました。早川取材班 A、新宿アート当日はキューピック撮影担当小林、新宿少年キューピック撮影、渋谷榎本、キューピック撮影担当前田雅子、フロアレディ、これはなんかダイヤル Q2 と事前調査担当などなどと書いてあって、で中里大和ずっと編集作業をしてたなどが書かれている。で、ここにデータ解説がありますので、
このデータ解説をまた脇に置きながら、さっきのように画像を見てければというふうに思いますが、ちょっとこのデータ解説読んでみましょうか。データ解説by中澤秀樹で、以下のデータ解説は、オープニングパフォーマンス前に Q2 から引き出した新宿少年アート参加者リストに従って、アーティスト名並びにアーティストナンバーをリストアップしたものに、オープニングパフォーマンス当日ジャパントゥデイ編集部が取材した情報を付け加え、写真データの解説としたものです。またアーティストナンバーの前に黒丸のついたアーティストチャット編集部が取材に成功し、写真データの収録されているアーティスト、黒丸のないアーティストは取材できなかったアーティストです。要するにどこでパフォーマンスが行われるかわからないからさ、いけないんだと思うんですけど、僕はその日路上に出てないから、実際の路上がどうだったか僕は肉眼で見てない。でお断り、チャット編集部で大いに努力したにもかかわらず、85名強に及ぶ参加者全員を取材することができませんでした。当たり前です。また中には4月23日のパフォーマンスタイムには参加しないアーティストもいて、そのような方は自動的に取材対象から外させていただきました。こうにもチャット取材陣が遭遇することのできたアーティストのみがこのチャットに収録されています。またもしかしたら取材したにもかかわらず何らかの事情で収録できなかったものもあるかもしれません。ご了承ください。なお事前に参加受付を済ませた85名以外のアーティストのアーティストナンバーを番外として収録しました。要するに番外がまたいるんだよね、というようなことです。で、画像を見ていきましょう。画像データフォルダ、これです、たくさんあります。52項目あるというか、52名の作家の作品を撮るのに成功してるっていうことですよね。で全部これ4月23日の日付にちゃんとなってますね。気持ちがいいですよね、これはね。で、じゃあこれは一つずつクリックしていきましょうかね。1、相田誠、これですね。明るさどう、部屋消す？いや、この状態はちょうど良いかな。でも消していいんだったら、うん、どっちがいいですか？消した方がこれは見やすいはず。でも、あ、見やすい。ライフォン大事です。皆さん大丈夫なら、じゃあこっちにします。はい、はい、はい、じゃあこれが相田誠で、セント DNA チャーチなどと書いてありますが、その心はシンプルテキスト。相田誠セント DNA チャージ、アートナンパ、アートナンパをやりたいと去年言ってた相田氏は、名古屋で展覧中のためバイトを過去はてなに、現在の名古屋で展覧中の作品の布教活動をさせたということで、この人は中村雅人に、お前新宿少年アートで何やるんだとか、なんか質問されてて、いや自分はナンパをやるんだと、ナンパをやるって、ナンパのどこがアートなんだみたいなようなことをなんか言われて、いや、ナンパをやって、で本当にうまくいったらうまくいったでいいし、うまくいかなかったらうまくいかなかったで、どっちでも作品なんですけどみたいなようなことを言ってたのを覚えていますが、ところがちょうどその時名古屋で展覧会になってしまったため、アートナンパができなかった。まあその前年はアート乞食 in 銀座だったんだけど、今度はアートナンパ in 新宿ができなかったみたいですね、ということでした。次は01から次05に飛んで、おりますが、ごめんなさい、ちょっとすみません。ちょっとで通信拒否してしまった、うん、次は、池松恵美さんですね。池松恵美さんは、後の審査なめこさんです。でこの人ですね。あと当時うちでアルバイトをしてくれておりました。2、3、4の飯田恵子さんとかもちょっと取材できなかったんですね。で池松恵美さん、ティッシュ配りアート、
ジュリアナ面白いとだけ書かれたティッシュを、がこれですけど、これをこういうふうにあのティッシュ配りをしてたということのようです。次、伊藤敦史06ですね。これです、ね、伊藤敦史シェイクイット、万歩計ゆすると数が増える6箇所くらいにあったですということで、ここに万歩計があって、なんかゆすると、数が増えるということだったらしいです。次、09岩井重明さん、これですね。あ、岩井さんですね。あ、これはあのあれですね、09岩井重明サウンドアート、ジャパンアートトゥデイ編集臨時事務局の受定では残念ながら FM は入りませんでした。新宿少年 ラジオの一部が彼の作品という枠ということで、あの新宿少年ラジオというのが、歌舞伎町のどっかを拠点で、FM 放送をしたんですけれども、あの地域限定ので、その FM は、我々がいた、ゴールデン街の受邸では FM は入らなかったのでちょっと聞けなかったんですが、まあ、そこの、放送局に行って写真を撮ってきたっていうことだと思います。で、次、宇治野宗輝さん11番ですね。画像、あ、これですね、これ宇治野さんですね。なんかありますね。はい、11、宇治野宗輝、花と蜜蜂、もうちょっとこれ狭くしようか。そうするとここまで見えます。花と蜜蜂、スライドショーは変更して耽美派画家井上貴星とのコラボ、受邸から出発してこれから花園公園のツアーに合流予定って書いてありますけど、ちょっとよくわかんない。これ受邸にやってきて、井上貴星さんっていうのは金子国吉さんのところに、よくいた画家なんですけど、まあ、彼と、コラボで何かやってる。あ、これは井上貴星さんが書いてる、なんか女の人の足ですね、なんかをやってる。まあ、この、丸は、宇治野さんの CG として、マラリアアートショーとかでこの画像は当時よく出ておりました。で、次、15奥田さとし、これです、これです、読んでみましょう。15奥田さとし、アントニオ・イノキン増殖で集合したイノキン、よくわかんないですけれども、まあ、この人は、奥田聡さんはいつも ボクシングとかプロレスとかをネタにされていらっしゃる方です。で、16がなんか4つありますね。16-1、これがオザープロ、これ全部いっぺんに選べるかな、マウスだと選べる。これを、えい、お、開けた開けた。これが小沢プラス根本って書いてある。これはあの女性に、ペインティングを施してますね。これ小沢愛愛って書いてますけど、小沢剛さんの夏日画廊の他に愛愛画廊というものが当時あのできまして、これは中村雅人さんが愛画廊で、金ブラートの一部を、ピックアップして愛画廊の中で貸し画廊にお金を払って展覧会をするというのをやった時にあのできた夏日画廊の妹みたいな感じの牛乳箱型のものですね。このアイアイ画廊の中で、何かやるみたいなことがあったのかしら。あと、ナスビ画廊が、歌舞伎町のどっかに行って、そしてこれが女子高生などがいるようなところ、これは奥田さんです、ね、
これをちょっと消しましてですね、スタンプが選ばれてる人がないんですよね。で、まあ、この4つの画像なんですけど、この4つの画像をちょっと見てみたいと思います。16小沢通信ナスビ画廊オープニングイベント、まあ、小沢通信はナスビ画廊の画廊集ですからね。で、根本隆の展覧会オープニングの女子高生ライブペインティングの模様、女子高生にライブペインティングして、で、アイアイ画廊もよろしく、小沢氏は八谷氏とのテレビの方も頑張ってましたという感じで、当時の状況知らないとよく分かんないことが書いてありますね。ということで、これは歌舞伎町らしい場所で歌舞伎町らしいことをなんか根本隆さんがやってたというのが小沢剛さんの画廊の中で行われていたというようなものになっております。で、次、21擬態美術協会というのがあります。具体美術協会を擬態しているということだと思いますが、古谷さんとかは多分出ると思います。ギャラリー青空だそうです。遊歩道に沿って点々と、しかし曇り空でした、ジオラマを公園内に設置ということで、これだけちょっとわからないんですけど、こういうことのようです。で、次、22木村さんって読むんだっけ、木村都市だったかな、ちょっと名前の読み方がわからなくなってしまいました。木村さんです。プロジェクトフォアスローアウェイ、もう3時の時点でたくさん発見したゴミ山に対するアート。この人は、ゴミ山、ゴミ集積所に行って、ゴミ集積所の写真を撮って、その写真を現像してそこに置くというようなことをやってたんと思います。で、次、28、桜アート。知らない人たちですね。桜アート28、コックサッカーブルースだそうで、ちょっとわからないですけど、ランドセル背負って何かをやっているようですね。で、次、30、佐藤しな子山田晴美さんのペアで、これはふかふかして着ると気持ちよさそうでしたが作品名わからずということで、なんか着ると心地よさそうな作品があったらしい。これが30番。次、31シェリンですけど、32シェリンプラス高山っていうのがこれですね。ちゃんとシェリンは今この名前になって、シェリンさんこんななって、なんか違うプロジェクトをなんかやってる感じになってます。歌舞伎町っぽいプロジェクトかもしれない。新宿ライスラバーズプロジェクト、ブルセラショップにてポスター前でポーズを取るシェリン、駒劇前にもポスターがあったです。そのポスターに書かれている番号に共通する作品、共通する作品で当時は分かった何かがあったと思いますけど、今ちょっと分かんないですね。出会い系みたいなことですね、共通、電話番号で。33、ジャパンアートトゥデイ編集部、これを我々ってことですね、きっと。これですね、あ、これ僕で、これが大岡くんで、これは誰だ。で、マッキントッシュを、デスクトップタイプのマッキントッシュをこのジュテという狭いゴールデン街に持ち込んでやってて、僕これだけですね、当日実物見れたの。これですね、ジャパンアートトゥデイ編集部、ジャパンアートトゥデイ今作ってます、大岡。今爆弾出ました中澤、詳細はザット13正直少年アートについてもう一回読んでください。あと Q2 で取り出せるザットの情報は自信作です、聞いてね。これは音声を入れられるということなので、サウンドエディットを使って目いっぱい加工した音を入れたという記憶があるので、そのことを指してるんだと思います。この今爆弾出ましたっていうのは、マッキントッシュはシステムエラーが出ると爆弾が出るので、そのことを言ってるんだと思います。笑わせようとしてる感じです。
で次34神明寺、これですね。34神明、名前しかないのでわからないですね。これはあの取材した人もちょっとわからないまんま、でも写真だけ撮ってきたということだと思いますけど、ここにあるのはハングルですね。なのでミョンさんの、ハングルに関する何かの可能性があると思います。で次36鈴木慎吾さん、これは注射してた人ですね。これも解説を見ないとわからなそうですね。鈴木慎吾、電飾カモフラージュ、電飾カモフラージュだそうです。で次、42瀬村城太さんって言うんですかね。この人知らないですね。瀬村城太、虫の巣って書いてあります。虫の巣だそうです。で、43その他とか見たいけどないですね。で46竹内康弘さん、分かんないですね。46竹内康弘、フィンガープリント、あ、フィンガープリントなんですね。これがね、指紋らしいと。で、52戸松パニャ、なんかありますね。戸松パニャ、マシンライブリブっていうものかな。ツアーの西原美恵氏がコンドームを膨らませている、ところあ、これコンドームを膨らませてるらしいです、ね。で次54中村邦夫、わからないですね、これね。54中村邦夫、名前しかないので全くわからないですね。次、これって今気づいたけど一応相棒順になってるんですかね。55中村正人、あ、なってないですね。なんか、ちょっとわからないです。いや、ちょっとなってる。中村正人、この人僕知ってる気がするよ、これ片岡真美さんに似てませんかね。55、中村正人 PS 椅子、意図せず通行人が座って完成のはずですが、これはやらせですまんということで、これ椅子を多分出してたんだけど、でそこに誰か座ればいいなと思ってたんだけど誰も座らなくて、今の森美術館の方に座っていただいたやらせだそうですということが書いてあります。で57、これは鍋鍋というのがネイブネイブ、あれ、これ分からないですね、これね。ネイブネイブポストプロジェクト、その上に糸厚紙の万歩計があります、ね、ここにポストがあって、これちょっと全然加工したみたいで全然わかんないですね。わかんないし、これもしかしてジャパンアートトゥデイ編集部が間違ってつけちゃったものかもしれないし全然わかんないですねその日に出さなきゃいけないからもうわかんないですね。西垣ひろみと読むのか西垣由美と読むのかちょっとわからないですけど、これだそうですね。58西垣ひろみか由美、透明な青いゴミ箱を背中に背負ってるこの人なんですね。作品タイトル不明、で次これ6伊藤敦っていうのがここにあるのがよくわかんない。あ、これ06なのかな、伊藤敦。あ、そういうことかな。こ
これ多分06ってすれば06のところに来たのに6って入れたから、5の次が6なので、名前順だとここに来てる可能性があります。なのでこの6位糸足は上の方にあるのかもしれない。あった、これですね、06位糸足シェイクイートマンポケイス、うん、これはさっきもあった、あ、何点もあるのか、これもマンポケなのかもしれない、ちょっとわかんないですね。で次、どこまで行った、6位糸足まで行った、次60脳内帝国、うん、これみたいですね。60脳内帝国、ここに書いてあります、脳内帝国ボリューム3パフォーマンスもあるだそうですが、わかんないですけど、これは本当に大道芸の人たちかもしれないですね。大道芸の人が結構混ざってくるノリになっちゃったんですね。で次62、八谷和彦さん、八谷さんですね、うん、八谷さん、これさっきの岩井さんがいた場所と同じ場所だと思います。62八谷和彦新宿少年テレビ、この辺は SMTV というのをやってたの で ジャパンアートトゥデイ編集臨時事務局の受点で、残念ながらテレビは映りませんでした。要するに FM 放送とテレビ放送を多分やったんですけど映りませんでした。以下は事前に Q2 から引き出した八谷氏からのメッセージ、もしもし八谷です、新宿少年テレビ僕がやります、4月23日オープニングの日です、午後3時から6時までテレビの放送をいたします、見たい人は液晶テレビ等を持ってきていただけると非常に助かります、それ以外だと見れない可能性があります、テレビの UHF14 チャンネルで放送します、それでよろしくお願いしますということで、ちょっとゲリラ的な、海賊テレビ番組をやってたのを、ここできちんとやってるという状態のようです。次、63バッカーズですね、バッカーズ、はい、63バッカーズ&王選手、カラオケ紙芝居春の装い、王選手なる特殊ダンサーは結局行方不明、王選手という人は小沢剛が結構気に入ってた人で、サラリーマンでプログラマーで、でも変態な踊りをする人なんだけど、この人がコラボレーションするはずだったんだけど結局来なかった。しかしバッカーズは今日もバッカーズだった、バッカーズはキキちゃん、工藤キキさんなどがいました、他にもいました。以下は事前に Q2 から引き出したバッカーズ氏からのメッセージです。バッカーズです。バッカーズ特殊ダンス界の、住人、王選手がカラオケ紙芝居をします。バッカーズのゴリです。バッカーズのキキです。ゴリちゃんとキキちゃんがいたので。王選手は忙しくていません。駒前で3時からやります。みんな聞きに来てね。歌いに来てね。じゃあね、さようなら。で、まあ、ここにカラオケになりそうなものがある。あれ、これはキキちゃんがなんかやってるという状態ですね。で、バッカーズ2がありますね。バッカーズ2、ゴリちゃんとキキちゃんと紙芝居で駒劇前で今の通りみたいな感じのようです。で、まだまだありますね。65、パルコ木下、1、2、3とある。1から順番に開いていきましょうか。1、あ、立派ですね。2、あ、これも立派ですね。ちゃんと、ボディーペインティングと何か他にもやって、あと彼はね、最初会った時は痩せてたんですけど、銀プラとくらいまでも多分痩せてたかもしれないけど、この1年でここまで太りました。今とても太っておりますけれども、パロコ木下さん。で、この後ろの、具体の状態みたいになったものは結構いい感じでもありますね。
65パルコ木下、書いてありますね。もうちょっと上まで行きましょう。バイオレンスペインティング過去殴り書き、さすが大道芸の覇王、終わるとみんなで拍手喝采、途中で根本系ブルセラショップでライブペイントされた女子高生も乱入で、さすが覇王。あ、要するに根本圭さんのところで、根本圭さんに書かれた女子高生もここにやってきて、さらにパルコ木下にも書かれたという状態になったというお祭り騒ぎな感じですね。で次、66ビシバシミキオ、あ、パルコさんのまだ消してなかった、パルコさんのちょっと消します。これも消して、これも消して、でこれがビシバシミキオ、ビシバシミキオ、今日プラボーイはいますかということで、なんとなく分かりやすい作品ですね。で次、67ヒロノ、ちょっとこれ分かんないですね。67ヒロノ、ヒロノ友和って言うんですかね。川の流れのような風の流れの中でなんかあるんですね。風鈴みたいなものですかね。で、68福田美蘭、知ってる知ってる、この人福田美蘭、あ、この人です、福田美蘭さん、ポケットティッシュ、ポケットティッシュ配り、完璧な福田美蘭自己紹介ティッシュ4色印刷ティッシュ、あ、これはその時はこれ僕持ってるので今日持ってくればよかったですね。まあ、ポケットティッシュを配るというので、さっき池松恵美さん、新さんなめこさんもやってましたけど、それとはちょっと違って、ここはあの自分の作品が印刷されたポケットティッシュでした。で、65船久保文江さん、これです。船久保文江ダンボールハウス、これは路上生活などを意図している気がしますね。70古谷俊彦さん、これとかですかね。古谷俊彦さん、当時美術手帳に、美術手帳検証論文で賞を取って、批評文章を書いたりしてた頃の人だと思います。70年古谷俊彦さん。72、松影博之さん、ちゃんとこの時いますね、やってますね。っていうか、松影さんの方がずっと、もっと前から活動してるんですね。これらしいですね。この辺がそんな感じですかね。松影博、セクササイズプロジェクト、アナーキコンドーム。あ、これコンドームの袋の中にコンドームが入ってるんだけど、そのコンドームに穴を開けてるみたいな、そういったもの。だったような気がします。で76村上隆の漢字の方、77はカタカナの方ですね。村上隆、この人ですね、村上隆、芸術相談、ジャズ喫茶で芸術相談を受けるとのことで、アートとラブの密接な関係について、ジャズ喫茶で芸術相談を受けてる最中らしいです。で77村上隆の隆がカタカナの方の人ですね。この人、この人も、震災とかでも活動したりされてる今の人ですね。これだそうですね。で、村上隆カタカナの方の人は署名集めアートですが、タイトル等詳細不明と書かれております。次、78、モジョワーク。前回、ティファニーで洗濯をやった人ですね。またちょっと似てる気がしますね。モジョワーク、ジャンプ・フォア・フリーダム。すごい混雑の中でのショットだったそうですが、これはここからジャンプするらしいですね。で79、本宮薫、これちょっとモジュワーク消して、本宮薫で、本宮薫はもう一つありますね。
です。これです。で、これは、ジュテについて、映画ファンの集う小さな小さなお店ジュテの1日ママを5時から深夜まで。後でこの1日ママ記録が8名フィルム等にまとめられるそうです。で、新宿をジュテから観測。ざっと新州臨時部隊が横で紛糾しててすまんでしたということで、これはジュテの店の中で1日ママをやってる状態で、そこの横のスペースでこのジャパンアートトゥデイ編集部が、ジャパンアートトゥデイを作ってたという状態だった、まあ、1日ママをやってるんですね。83、横内司さん、うん、これですね。横内司さん、犬小屋その可能性と中心、85、そろそろ終わりです。85が2つありますね。85、 Life is complete。 で、こっちもう1個、85、 Life is complete 2、 これですね。懐かしいですね。曽根さんですね。これ黒沢さんですね。で、これは黒沢さんとミンさんの子供だけど、まあ実際は曽根さんの子供です。トカゲちゃんという名前だったですね。で、乳母車の中に入って移動するというやつですが、85、Life is complete。黒沢さんと黒沢凛、あ、凛という名前か、ごめんなさい、トカゲは別の人です。黒沢新というものです。あと黒沢凛、あと西原民、曽根豊のキュレーターツアーでものすごく人数集めてました。そうですね、銀ブラートの時は宇治野宗照さんの、みこしがすごく、人数集めてツアーになってたんですけど、新宿少年アートではこの、この Life is Complete の乳母車ツアーが、人を集めて、それここは拡声器で、解説をしながら喋るみたいなようなことですね。ここは斉藤ラーメンさんですね、ということです。で、ジャパンアートトゥデイの編集現場ジュテには4時45分に到着して、その時路上で撮った写真のようです。で、ここは奥田聡集合と書いてあります。奥田聡さんはすごいですね、たくさん集めましたね。プロレスの作品の人ですね。ここにはちょっと解説はないみたいです。あと、それから番外 DES なんかやってますね、これね、番外。ここに DES がないのでちょっとわかんないけど、番外ハエって書いてあるので、ハエとか番外頭上からボインギャル、前日急にやることになったそうです。これがハエと DES との関係不明。あと番外ジャッと渋谷、これあのジャパートトゥデイの渋谷清道さんで、今は作家ですね。で、なんかよくわからないけど、なんかありますが、なんかちょっとわかんないですね。ニューアート、アートっていうことで写真撮ったってことですかね、ちょっとわかんないですねどうなんでしょうねわからないですけれども、一応全部見たぞ良いでしょうかご質問など52項目あったみたいです。で、データ解説も一応全部読んだことになりました。他にはおまけ新宿少年アートファックス情報ボックス、これファックス情報ボックス、なんかジャパンアートトゥデイの解説を大岡さんがしてて、これがファックスで取り出せるとか
そういうことだったんじゃないでしょうかとなんとなく思います。長いですね。なんか一つ一つの号についてちゃんとした解説がぎっちり書いてありますね。これは貴重かもしれないですね。これをどうやって今のテキストデータに取り出すんだろう。 USB じゃないし、これなんかでもフロッピーで取り出してくればいいですね。フロッピー対応のものをなんかすれば大丈夫です。編集後期&奥付け、前からジャパンアートトゥデイの書誌であるところの早いメディアとしてのジャパンアートトゥデイをやりたかったのですが、やっとできました。いろいろ不備もあると思います。自分でもすごく不備だと思うが、それを含めて今回はメディアであると同時に新宿少年アート出品作品であるという点ですね。新宿少年アートという企画そのものについていろいろコメントしたいことはあります。Q2 を楽しむ少年アートというネーミングについて、参加アーティストが多くなって事務局化すると…ニューエイジ系を思う芸術の流行りとか、あと昨年のギンブラートと比べて ストリートアートからの文脈ではなんとかなんとか、路上からの文脈ではなどですが、ああもう時間ないということで、全部なんかこれについて喋りたいことが2万字くらいあるけど喋らないで終えてるっていうのはなんかいう感じがある感じですね。まあ、一応少年アートという本が中村信夫の本であって、でそこから出発しているみたいなことは、この現代美術日本編にですね、一応その辺の下りも書いてありますので、この時の書かれなかった2万字ここでようやくちょっと書いてあります。読んでください。で、大岡さん、結構皆さん重点に来て編集の様子を見て驚いてたのが面白かったですね、というようなことで、これだけのスタッフで、できました。あとスペシャルサンクスもこれだけの、感じで、できましたという状態ですと。ご質問など、これは、他の音声データなどは入ってない画像とテキストデータのみでできた、ものですが、GO になっておりますね。まあでもこれは速さをちゃんとやった、いい回になってるんじゃないかと思います。神谷さん、そろそろ出勤時刻になってきましたかね。大丈夫ですか。この後ってこの速さで編集したフロッピーマガジンはあったんですか。ないです。ないです。これが最初で最後です。うん、これだけしかないです。歴史的に見るとこの次の年にオウムの事件が起きて、うん、そうそう、なかなか、うん、社会的状況じゃずっとなくなるし、そうですね、サンプルたちも今度はなんかこう、うん、グラントで違う国に行ったりとか、そう、またちょっと中田さんがおっしゃったみたいに中心的ななんかこうエネルギーがなくなっていくようなことがあったと思うんですけど、うんうん、そうですね、やりきった感だったんですかね。やりきった感もちょっとあるのと、あとやっても、うん、やりきった感もあったかもしれないです。うん、ただやりきったとは当時の人たちは思ってないと思う。もっともっとできるはずだみたいなところで、でもどんどん つまらなくなって、仲間内の喧嘩が多くなって雰囲気も悪くなりみたいな状態は相当あったですね。僕は新宿少年アートはもう雰囲気悪かったという記憶の方が強いです。うん、全然悪かった、ね、感じがあるのかもしれないですね。話つながらないしっていう、うん、そうですね。で、あとやっぱり銀ブラート前は村上さんの求心力だったのが、銀ブラートも中村さんの求心力になってから、まあ、村上さんと中村さんがもろ仲悪くなった感じは相当全体に影響していると思います。うん、でも松
すごい個人的な、なんかこう、やっぱり状況を除いて、で、そのイベントがあったっていうのも、すごくこう、60年代の、なんかこう、アンチインスティテューションじゃないですけど、うん、美術館やギャラリーっていうものに頼らないでも、ある場所を提示できるっていう、一つの可能性を開いた、すごく画期的な事件だったし、誰か、視点で見ながらできるというか、キュレーションっていう概念が作家のから出てきた、あとパーティスピタって今は本当に言われるけれども、あの誰もデモクラティックに参加できるっていう、今まで全くなかった、すごくいろんなチャンネルがこう開いたきっかけだったんじゃないかと思って、そうですね、でそれはそのきっかけはむしろ沢田木の井のシミュレーショニズム盗めだとかそっちの方があの我々の気分としては多くて、すなわち、60年代のやったことはあの輝かしくあったんだけど、80年代にはそれの真似をすれば真似に終わってしまうのでできなかったんですね。ところがその、森村康政が出てきたのが85年ですけれども、その後なんとなくちょっとあの成功到底が続いてた後に村上隆が、91年92年くらいから八つ木早に、シミュレーショニズム的な、作品を、レントゲンなどで発表するようになって、そこに中村と村上という別の枠組みが、ソウルで始まって92年から、でそこから、中村と村上の展覧会のもともとはですねオープニングパフォーマンスを大々的にやるっていうところから出発してますね。アノーマリーのオープニングパフォーマンスだとか、中村と村上のオープニングパフォーマンスとか、あとそれが村上隆展もそうなんですけど、普通の当時の80年代的な展覧会のオープニングパフォーマンス、オープニングレセプションは単につまらなそうに、酒を飲んでるだけだったというのが、全然そうじゃなくてきちんとイベントとして工業的にジュリアナ的な盛り上がり方をしようみたいなことでパフォーマーを呼んで、結構、ダンサーを呼んだりとかなんかそういうようなことをして、とにかく人を大勢入れて何が何だかわからない状況にするというのをあの村上隆が始めたっていうのがあるんですね。でそのやり方でなんかとにかくいろんな業界の人がどんどんやってくるみたいな空気での中心に、中村と村上があって、でそこから派生してあの既存の、美術とは違った、場所で自分たちが始めて、その時に、沢田木の井が見えてくれているとか、あと60年代のやってたものを今この数ヶ月間だけやってもいいのだみたいな、そんな確信は僕はあったんですね。80年代もダメだしその後も多分ダメなんだけど、この数ヶ月間だけやるなら今だみたいなような気持ちになんとなくなって、それは多分みんな共有してたと思うんですけど、それでこう60年代リバイバルみたいなことを安木早に始めて、大阪で中村と村上展をやるならそこでスモールビレッジセンターのパフォーマンスとして、山手線一周事件をなぞったものをやろうとしたが当日やめた。しかし、東京ミキサー計画の中にある首都圏清掃整理促進運動ですね、それの大阪版をやろうと言ってやったりとかなどなどみたいなのが92年暮れからあって、そこからの派生で、銀ブラートがありで、全然違う人たちが入ってきて、で新宿少年アートの時とかはもう全然違うよく知らない人たちまでいっぱい入ってきてしまっていて、中村雅人さん的にはそれがその後の3331につながるという方向に行くわけなんですけどもね。
そういうふうにそんな感じだと思います。貴重な画像と貴重なお話をありがとうございました。私も当時からはいはい、はい、神谷さんどうもありがとうございます。もうお時間だと思いますが、ちょっとじゃあ皆さんこんな感じで神谷さんを見てましたということで暗いね今ね元気つける、はい、よろしくお願いします。はい、こんな感じで、ございました。またお願いします。分かりました。はい、はい、もしね、秋に何か北京で少しこうしたムーブメントの発表ができると思って、うん、中澤さんとかにお話を聞きながら。そうです。この話をねするの忘れてたんだけど、神谷さんから今なんで僕が神谷さんと今こういう、会をやろうとしたかについて喋れるところまででいいです。なんか皆さんに今喋ってみてください。なんか今北京とおっしゃいましたが、はい、実は3年生から3年生で当時のゲーテンインスティテュートというところから日本、韓国、中国、台湾、4人のキュレーターで、まあ、アジアの何かを、作ってみないかという誘いで、うんうん、これまでに、で私この前任が広島市の現代美術館だったんですが、広島、台湾で、現代の作家といろんな、その4カ国の作家を主に、一緒に展開しながら、まあ、アジアの何かというでかい、テーマで展覧会をしていたんですね、はい。どの国も普段韓国もそう、中国もそうで、日本がきっかけで分断したみたいな歴史的なことを今の作家の作品の中で反映しているかというのをやってきたんですけど、もう3度その巡回展をしたので、もうちょっと次は違うことをしたいなとだんだんキュレーターも飽きてきまして、でそうしたらなんでこういうムーブメントが起こることになったのか、天安門が1989年にありましたし、で韓国は初めて、トトロ、ジブリの作品が、日本の、支配後、上映されたのが1990年で、みんなまあ80年代終わりから90年代に社会的変化と一緒にこう美術もそれを反映するような大きな変化があって、でそれがまあ現代につながってるんじゃないかということで、韓国でその時期に何が起こったかを一個ずつ取り上げて、まあ、横に並べてみようよっていうのを考えてきたんですね。でじゃあ日本だったら、まあ、ストリートという形で、ギブラートでアーティストが美術館に自分たちのシーンがないから作ろうじゃないかと思ったムーブメントを、まあ、アートの民主化ではないんだけどちょっと取り上げてみたいと、まあ、私がその同時代に新宿少年アートを見ていたり、まあ、ちょっと世代は上だけど今も作家さんとしてこうやり取りしている方たちの一番最初のプロジェクトを、見てみたいと、まあ、そんなに実は北京でそんなにお金もないんで、できるだけ、まあ、アーカイブとか映像とかも集めて、もう一度その資料を検索するとこから始めてみようと思ったときに、今は中村雅人とか小沢剛さん、八谷さんなんかに何を持ってるっていうような話をしているとき、必ず出てくるのは中澤さんがみんな知ってるっていう、ね、皆さんその時から中澤さんが記録をしてる、で八谷さんもアーティストとして映像を記録してるっていうのはなんとなく覚えていて、でそうか、それじゃあ中澤さんに聞いてみようというのが、一つきっかけで、でも今ちょっと見れなくなっちゃったそのフロッピーマガジンというのを、見せてもらえないでしょうかというような形から今回、この回をお招きいただいた。特に中澤さんがおっしゃったのはプリントアウトとか違う、出力でもしょうがないと、当時のやっぱりマップ作った環境で見るっていうことが大事だと、でそれは立ち寄り時代の、挿絵の版画をその当時の紙と、フォントで見るっていうことの大事さと本当に同じだと思って、どのメディアの条件の限界があるからこういうものができた、そのダイヤル Q2 とかも今はちょっとどうしてあったのか分かんないんだけど、当時の最新のメディアをなんとか自分たちの表現につなげていたっていうのがその当時の、マップを使うことでやっぱり
見えてきたりすると思うの で、 そうです、ね、今回はそんな機会をあの、ね、作っていただいてありがとうございます。こちらこそありがとうございます。なんかあの宇多さんとかは、まあ、秋山雄徳大使さんは20年ぐらい前にあのアジア美術館の方にあのアトリエを創作していろんなものを見つけていたっていうのを覚えてるけど、はい、俺もそんなに時間が経ってるのあのちょっとため息をついてましたが、まあ、あの 時間は確実に経つもので、その時にあのどうやってあの私たちがこう見れるで、ね、あの媒体を残しておくかっていうのも一つの展覧会の機能としてあると思うので、うんうん、なんかこれを機会に実は今回飛び入り参加の渡谷さんが一生懸命そのあのサポートをしてくれてるんですが、あのお疲れ様です。家に来そうな、紙データなんかをあの全部スキャンしたりしながら、可能な限りなんかこうパブリックに共有できるような機会を作れればと思って、ちょっとジャパンスタイティーとは別の動きなんですが、いずれ、アメリカでも紹介できるような機会が設けられればというふうに思ってます。なるほど。北京からジャパンソサイティギャラリーの方にももしかしたら行くかもしれないみたいなような感じですかね。その前にね、60年代の松沢豊さんとかの展覧会のちょっとジャパンスタイル出しているので、まず60年代からっていうまだアメリカのとこなんですけど。なるほど。そうですね、松沢豊さんも美学校の関係ですからね、全然ね。はいはいはい、そんなですね。というわけで、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。あ、そうですね。で、ちょっとね、今お見せしたいのがある。ちょっとそれ取ってもらえますか。はい。そのフロッピーなんだっけ、キューピック、フロッピーカメラからの画像は、もしかするともうちょっと頑張ると出力できるかもしれないんですけど、まだちょっとわからない。でもそれをとりあえず、千葉茂雄さんとかにあのプレゼンで見せた時のビデオが一応あって、今ここにあります。これは朝昼ツイートしてるんですけど、これなんでかな、これかこれですね。で、これはあ、これでいいか、うん、で、これを今日渡さんにお渡ししましょうか。あ、素晴らしい。はい、そしたらそれデジタル化一度してもらえるといいですね。そうですよね、そうですね。これはあの読めますかね、98年の、5月30日に整理上映会おけるアロアロインターナショナルで、2分の1と2分の2の2つが120分テープであります。で、これは多分これをフロッピーカメラのものを全部千葉茂雄さんに見せながら、せっかくだからちょっと撮っとこうみたいな感じで録画してる。その時深瀬栄一郎さんも立ち会ってたと思う。というようなもので、音声とか全然入ってないので、ずっと長く表示されてるのはその間に僕がなんか解説してて単に長いみたいな状態だと思うんですけど、うん、入ってないです。それをじゃあ今日渡さんに渡す。何の機械の映像だったんですか？目黒首の展覧会。目黒首で千葉茂雄さんがキュレーションした展覧会があったんですね。で、平田さんだとか小沢剛さんも出品作家として出てて、で、その時にトークショーをやったんですね。で、そのトークショーに出てた人は、韓国のキュレーターのキム・ハナエさんというものかな、キム・ヨンジュンさんかなっていう方と、あとそれから中西夏之さんと小沢剛さんと僕とで、座談会みたいなのをして、その座談会の後半で、この、フロッピーカメラから直接出力しながら銀ブラートのを見せて、まあ、小沢剛と僕とで、中西夏之さんに解説してて、中西さんが
さっきから同じこと聞くけど、これ本当に同じ一日なんですかみたいな、もう何度も聞かれながらやってたという状態です。そうですね、それは目黒組の担当の方、家村さんだったかな。あ、その時、その時だと思う。うん、その時、その時。うん。確か、ちょっと、それです。そうです、そうです。貴重な機会ありがとうございます。はい。学生の方ありがとうございました。うん、皆さん、あの社会人の方があの受講者として来ております。ここは、はい、でしたけど、じゃあどうも、あの引き止めてしまってどうもすみませんです。どうも神谷さんありがとうございます。あのゲーテインスティチュートの企画は僕もなんか今ちょっと関わなんか知ってるのありますけど、まあそれはともかくとして、はい、じゃあどうも、神谷さんどうもありがとうございました。はい、それではどうもバイバーイさようなら、はい、ということでした。綿貫さんは今聞いてますか、聞こえてますか。綿貫さん来てないまんまなのかな、結局追加できませんとか。綿貫さん黄色くなってるね。退席中。前回のアクティビティ2時間前。ということで、まあ、彼は途中からいなくなったということでした。はい、じゃあ、こちらももう終わりにする時間なんですけれども、何か皆様の中でありますでしょうか。なんかウィズバスターが働き始めました。ジャパントゥデイ全部売ってましたよ。はい。どのくらい売れたかはね、ちょっとわからないですよね。ショップ33とかで売ってたんですけど、なんか急ぎの連絡法がなんか入ってるのが、まあいいや、それはともかくとして、これもいいや、これもどうでもよくて、これは終わりで、ちょっと最初の画面に戻ると、これですよね。で、まあ、今日このページを見ながら見るはずだったんですけど、ほとんどこのページに戻らないまま、来ましたけど。ジャパンアートトゥデイとしてはですね、過去にもなんかいろいろ取り上げたことがあるのと、あとそれからここガロにですね、フロッピーミニコミジャパンアートトゥデイはどういうものかみたいな94年の時点で書いてるものがあったりします。これクリックすると出てきます。あとそれから2012年度に美学校の中田秀樹文献研究番外編というのをやってて、まあ、そこの時にジャパンアートトゥデイ前後をここであのやっぱり見ております。でその時は全部ユーストで記録してたんですけど、そのユーストが全部削除、保管されなくなってしまって、なくなった時にバックアップを取るの失敗しましたですね。で全部バックアップがないまんまになってしまった。あれ消えてしまった。なんで消えたの？何？あ、こっちです。ひどいわね。ひどい。こっちは真っ暗。じゃ自動的に再起動。じゃあこれで終われっていうことみたいですけど。ジャパンアートトゥデイについては。2012年 の、 あの記録などが、トゥギャッターの方で残って
ていたりとかはしました。当時檜山さんとあと味噌煮込みおでんさんが、こういった講座の記録を全部巣立ってくれてまして、でそれがトゥゲッターで記録されているので、それは今も読める状態になっています。でそれリンク先はちゃんと、さっきのページから貼ってありますので、それちょっと参考にしていただければ見ることができます。であとそれからそのページの下にあったのは参考として、まあ、これの該当するページ群をスキャンして置いておいたのと、あとそれから、2000年くらいの、美術手帳で東京直接表現装置というのを僕が寄稿してるんですが、それのスキャンも置いてあります。でさらにその他に、次再来週が休みなので、今のうち僕からお知らせしておきたいのが、次回の AI 美芸研が7月2日になります。15時から、ここで、水野タスクさんと、井上隆博さん、井上智博さんの2名をゲストとして行われますので、まあ、よかったら、いらしてください。でその詳細についてはですね、おそらく明日、詳細な情報のメールを送ることができるんじゃないかというふうに思っております。で、などなどですね。受講の皆さんから何かありますかね、他に。なければ今日はじゃあこれで終わりにします。次回は1ヶ月後になります。どうもお疲れ様です。